やりますか。銃仕掛ける奴らとは、じゃあ。これを持ったっていいな。これだけ。どこなんて。どこなんて。ノラモブのみんなが、ノラのモブのね、皆さんが、モブキャラの皆さんが、は、ランクとか米粒気にするんでしょ？俺米粒気にしないから自分の気持ちだけで態度やるからね。ゲーム的につまらなかったら俺はすぐ抜けるし。回してから行かないといけない。もがこうがもがく前が俺がやってることは間違ってない。勝負の鉄則だから。どこのステージやってんの？いやーもうよー、フレンドなのか知んないけど、こんなゲームやってんじゃねえよ、まずよー。フレンドかフレンドじゃねえってゲーム展開知らねえの、味方信じて。いやーもう、こういう奴らとゲームしてどうやって勝つのか切実は。なんなのこれ、ランクを、そんなにランクポイントでも大事なの？必要な時か。だってこいつら救助しても無理切れしかしねえんだぞ。ボール発電機回んねえんだもん、もう。無理切れしかしねえから助けに入んな。発電機回さないと勝てない。200% 勝てない。僕は
マジに言うけど、捕まれよ。俺たちが捕まってくれた方が勝てんだろう。マジに言うと発電機回せねえだろうな、彼女。ほら、このジェイクの奴らが無理救出がもう救助しかし目に見えてねえ奴らってマジで邪魔でしかないもん。お前らでやり合え。電気回すのが優先なのにこのプレイの連発されんだで。電気回したら勝ちだろ、こんなゲームっていうレベルのものが出ないんだで。ガイラもよく分かってるわ。こんな奴ら、悪いけど発電機回す気持ちがゼロな人たちと見返らのも大事や。よし。ジャンプの可能性があるでしょ。耐久要員で待ってて。こいつらこれの繰り返しだから。こいつらがダメなところはもう論外なのはここに来るから。普通のまともな人はここにいじれも来ないから。ほら、論外ってこっち来るだろ。もう最低なんだもん。まともなやつってこっち来ねえだろ。自分のことじゃ考えてないから。少しでも離れるって気持ちも希薄。自分さえ良ければいい。スクーたちマジでねえだろ。マジでないって言った。スクーたちもなさ。チームプレイしねえもん、チームのために。足んねえんだもん。どこだ、入り口。マジで。じゃねえのかよ、マジで。来るわ、もう。よし、これがヒーローちゃん、デッドマンのエース、スーパーエース、勝利を呼ぶ男。ヒーローちゃんは正しい。チームメイトに恵まれなくても、ヒーローちゃんの冷静な判断。発電機回さないで救助合戦やってるやつが一番困る。自分たちが勝ったら勝たしたと思ってんだよ。勝たしたのは俺だよ。誰が見てもエースヒーローちゃんが勝たしたゲームだよ。マジで早く終わると思う。君のおかげで勝ったんじゃなくて俺のおかげで勝ったゲームだろ。2代目3代目5代目秀逸に回した。ちゃんと状況判断して早く終われよ。まず遅延行為してねえでよ。ヒラーがやめてんのにそれで自分勝手にプレイしてるやつはダメだろ。ゲーム中にやれ。まず試合が終わってんのにそれを脱げないのは武士として、武士の情けとしてないだろ。自分のためにやってるやつはダメだよ。人のためにやるんだ。キラーが、開けてるキラーの時間を奪ってしまってんだわ。追ってこねえのいいことに。あ、通報案件だ。レアプレイだから。ヒロちゃんって紳士プレイヤーでしょ。ちゃんと一定の基準だから。遅延行為。遅延行為に該当してる。